はい、皆さんこんばんは。滋賀県で、耐久性のある、そして、冬は暖かくて夏は涼し、そしてできたら滋賀県の木で、家を建ててほしいなと思っています。ベストハウスネクストの吉本です。かなり自己紹介が長くなったんですけど、ちょっと思いを込めて言っていました。これですね、今度、大津の方で、相談があった新築の案件の方です。これがまあ敷地で、まあ今現在の分譲地で全部さら地なんですね。で、そこにまあこういうお家を建てたいということで、これ他社さんのあのプランを一度ちょっと、どうしてもね、日当たりが気になって、日当たりのシミュレーションしてみてるところです。これが、道路、こちらは道路ですね。で、こういうような方向で、前にまあ駐車場持っていきましょうか、みたいな感じなんでしょうね。で、この、間口がですね、7m75です。で、奥行き約20メートル。で、建物がですね、施工床面積が38坪で、結構大きいお家なもんですから、まあ、これ何ですか、ローコストハウスメーカーさんみたいかな、が、プラン立てておられたので、結構ね、ここがギチギチなんですね。このリンチとの間が78センチしかなくて、こっちも60センチになっております。で、この、ソフトに行くと、ちょっとこう軒がね、こう、越境してしまっているので、そこまでちょっと細かいところはできないんで、その辺はご了承いただきたいんですけども、これで38坪。で、まあ、ここは、隣がですね、大手ハウスメーカーさんです。皆さんよく知ってる大手ハウスメーカーさんの土地で、まだ更地なんですね。で、前から、ここ、リビングの日当たりをよく考えた方がいいんじゃないかなと思ってたんですけども、私たちも、まあ、一応、プランはさせていただいたんですが、お客様がね、この辺が、リビング持っていきたいなと思って、前にちょっとキッチンが欲しいなとか、いろいろおっしゃってたんです。そして、まあ、一応、お客様のご要望に応じて、この辺をリビング、キッチン、という感じで、まあ、何度かプランは、提案ですね。まあ、元のラフプランなんですけども、させていただきました。で、こちらが、大手ハウスメーカーさんで、何度も言いますが、今何も建っていない状態なので、一応、最悪ということはないけども、まあ、大手ハウスメーカーさんやったらこういう建て方をするんじゃないかな。プラスアルファ、ちょっとまあ、お金のお持ちの方が多いかもしれないので、大きめのお家を建ててみました。ここが約1メーターです。ここのリンチから、このお家がここの線なんですけどね。このお家が1メーターですね。そして後ろもまあ1メーター離して、できるだけ前に、前を空間開けて、そして、ちょっとまあ、大きめのお家を建ててみたら、こういう感じの日当たりにした。一応12月22日、一番の太陽がこう斜めになる時のシミュレーションなんですけども、ちょっとね、見ていただきましょうか。はい。これがまあ朝、7時の状態です。そして、7時半になると、まあ、日の出があるかな。ずっとこう、すごくこういっぱい当たりますね。そして、8時。もう前はすごく日当たりがいい感じなんですけども、ちょっと注目してほしいのが、ここ、やはりずっと暗いんですね。真っ黒です。ここの側面がね、どうしても光が入らないものですから、8時半。で、9時になると、ちょっとこの隙間からお日さんが入って、こういうふうな斜めになる。そしてもう9時半になるとまた陰ってきてですね、これ10時です。10時になると、もうここもどんどん陰になってきますね。そして、10時半、11時ではもうほぼこっちの面は暗くなってしまう。太陽はこっちから行きますので。そして11時半、12時ではもうこっちにだんだん太陽が、陰ってくる状態がわかりますでしょうか。12時半、13時、13時半。これ14時でこの状態になってしまうんですね。ですので、この辺が全然やっぱり、日当たりが望めない。配置になってきてしまいます。じゃあ次は、ちなみに、夏の一番高い時ですね。太陽が一番高い時をちょっと計算してみましょう。ですので、まあ、一応他社さんも皆さんこっちにリビングを持ってきたので、私たちも一応こっちにリビングという話を若干してたんですけども、ずっと違和感があったのがやっぱこのことなんです。で、これは夏一番太陽が高い時ですね。6月22日、朝の6時半、前はやっぱりすごく日当たりがいいという形ですが、だんだん、よいしょ、8時、
で太陽が高いです。やっぱり夏ですのでね。もうこの辺になると、ほぼ真上状態からこう太陽が来るんですね。11時、12時で、ここがやっぱり真っ黒なんですよ。で、こちらも、もう昼回るともうこんな感じで陰ってきます。そして、お昼からもこんな感じで、やっとここにこう光が入っているような感じですね。1時半、14時。見てください。もうお昼の14時過ぎから、もうほぼ光が入らない。で、西日が向こうから入るような、こんな感じになるんですね。ですので、やはりこれはちょっと、これからもし考えてはるんやったら、もう一度ですね、プランの方を考えた方がいいんじゃないかなと思って、前もちょっとちらっと言ってたんですけども、やっぱりこの太陽の動きによってですね、リビングの位置とか玄関の位置をね、これから、まだ間に合うと思いますので、変えていっていただけた方がいいんじゃないかなと思います。はい。では、この件についてね、また何か、ございましたら、ご連絡ください。はい。では、失礼します。